はい、どうもです。親父のね、晩御飯の時間でございます。今日はこちらピザーラお届けでございます。はい、私大好き照り焼きチキンですね。照り焼きチキンをいただきたいと思います。どうしようかね。どうやっていきますか。よし、ちょっとこの耳が邪魔だね。さ、これでちょっとトースターで焼いていこうかな。うん、はい、それではね、ちょっと冷たいですけども、あ、いいな、ピザ久しぶりですね。2つぐらい入れときますか。これでちょっとね、焼いていこうと思いますよ。はい、コーラです。もう最近コーラも高くてさ、コンポイです。これね、ドライバーさんのね、おじちゃんにもらったコーラ。会社の自販機はね、150円なんだけどね、今日友達と遊びに行った時に180円だった。高いな。あれ、これ電気ついてないね。ちょっと焼いていきます。だいぶね、うん、だいぶいい香りがしてきました。うん、ちょっと我慢できないな。ちょっと一個出しようかな。と、お肉出しちゃおうか。あったあったあった。どんどん行こう、どんどん行くスタイル。よいしょ。おのりをね、いただきまもす。いやー、久しぶりのピッツァですよ。うん、まだ早い。温かいけどね。うん、アメージング。オニオン抜きです。このぐらい味が濃いとご飯のおかずでいける。私は どうですか。あ、いいね。油がチリチリしてきた。ちょっとこれもう一回焼こう。あって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 。うん。うめえな。うめえですな。ごちそうさまですよ。うん、あ、めっちゃ乗りかかっちゃった。ちょっとどうすか、隣に巻いといて、ちょっと一回落とそう。乗りだくになっちゃったな。ほら、うまい。あ、しゃっくり出た。しゃっくり出たぜ。よし。
美味しいね。やっぱりさ、人間生きてると、まあ生きてるとっていうか、最近は特にね、いろいろ親父の人生には事件がつきまとっておりますけども、たまに訪れるこういうね、うん、幸せを ありがたく感じながら、うん、生きております。おいしい。コーラと合うわ。最近はもうね、私の大好きなジャンク系も軒並みね、お値段が上がってるんで、うん、なかなかね、おいそれとはね、食べれないですけども、たまに食べてね、ストレス発散していこうかななんて思っております。ちょっとね、うん、残りのんびりね、味わって感謝しながら食べていこうと思いますので、ご視聴の方ありがとうございました。今日はね、ピザーラの照り焼きチキンでした。バイバイ。